皆さんこんにちは。 T5 ジャズレコーズの清水です。横浜ワイン会ポッドキャストエピソード15、マイクの基本について斉藤先生に教えてもらおう第3回をお送りします。記念すべき節目となる第50回のパート3は、コロナ禍の中で多くのミュージシャンが取り組んだ卓録について。マイクの場合は情報量が多くても必ずしもそれが良いことではないんですね。ワイン片手にぜひごゆっくりお楽しみください。いや、そのね、オンラインミーティングだけじゃなくて、うん、その最近はそのミュージシャンがね、卓、うんうん、録する人も増えてるじゃないですか。はい、増えてますね。じゃあそのこういうおしゃべりじゃなくて、うんうん、楽器の音を取るって言ったらどうなんだろうみたいなね。まあもうコロナ初期には相談乗りましたよ。あ、そうですか。やっぱり斉藤さん、もう環境整えたいってオーディオインターフェースね、うん、買い漁ってましたから。あ、当時それこそなかったですよ。売り切れたもんね。そうですよね、買えなかったですよね、うん、でそれに合わせてノートパソコンなんかも買ってたんでね、うん、でみんな新しいの USB-C タイプじゃないですか、うん、あれとそのインターフェースつなぐのはどうすんだみたいな。大変でしたけど。あ、うん、もちろん全部サジェッションしたのはコンデンサーマイクですよ。あ、楽器の方は、やっぱりそうなんですね。なんか一番こうやっぱりあれですか、オールマイティでいけるのはシュアのコンデンサーマイクみたいな、ね、シュアの。あ、そうですね、うん、いいんじゃないですかね、うん、シュア間違いないですよ。あ、そうですか。あとノイマンとかね。ノイマンね、安、今ノイマンも安いもんね、うん、安いものは。あ、そうなんですか。ノイマンで安いのもあるんですか。ありますよ、7、8万で買えます。7、8万で、うん、あ、そうなんですか。コンデンサーマイク結構いいですよ。あ、そんなのあるんだ、うん、僕前なんかノイマンってどうなんだろうと思ったら、なんか 2、30万してるの見て、うわこれプロ用ですね、それ ね。そう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 。まあ清水さんクラスになったら8、7ぐらいは買ったんですいいと思いますよ。何ですかそれ。今いくらするのかな。いろいろあるからね、マイクもね、うん、今特にね、うん、特に今いろいろあるね。なんか一番多かったかな、ノイマンの TLM50 だっけ。あ、あのおすすめさせていただいたのは、やっぱりでもあれですよね、あのスタジオで録音するときなんかは楽器によってやっぱり全然違うマイク使うじゃないですか、斉藤さん、うん、はいはい、やっぱりその楽器の特性によって、うん、本当は向いてるマイクっていうのがあるんですよね。あの大体これは、ま、立てて間違いないなっていうのは決まってますよね。なるほどね、うん、昔からなんかそういう感じかな、うん、あとはその楽曲に合わせて音色を選ぶので、うん、あ、なるほどね、なんか合わせて合わなかったらマイクをどんどん取り替えていくっていう作業も。あ、なるほどね、うん、なかなかでも自宅で楽器鳴らすこと自体が難しいですもんね。ミュージシャンの環境じゃない限りは、ね、なかなかやんないと思いますけどね。 LINE で撮れる楽器だったらね、まあ、まだいいんだろうけど、うんうん、大谷さんギターやるんでしたっけ。うん、録音したりしないんですか。しないね。ガイドで録音するとかあるけど、もう簡単に 5% しかないから、あ、まあ、5-7 しかないから 5-7 やってきて作ったんですか、うん、でも最近やらないね。うーん、なるほど。まあミュージシャンじゃないとね、なかなかそういう環境は作らないですよね、うん、まあそうですね、やっぱり部屋で撮るの難か、あの外の音も入ってきちゃうんで難しいんだよな、うんうん、なんかやっぱどっかスタジオでって話になっちゃうんで、ね、うん、簡単なとこでもいいから。でも当時はね、本ちゃんのレコーディング部屋でやってましたよね、みんな。今もやってんのかな。今もやってる、やってるか、うん、うん、ああ今救急車取っちゃったからダメだみたいな、うん、そんなのの戦いだっつってましたけど、ね、戦いだよね、うん、遮音が一番難しいからね。難しいですよ。そういえばでも昔あの僕が
あのソニー時代に担当してたトランペッターでゴラン・カジフェスっていう人が いたんですけど、うん、スウェーデンのトランペッターで、その人ジャネット・ジャクソンのアルバムとか参加してたりするんですけど、うん、まあ、ソロとかで。へえ、トランペット、え、アメリカ行ってやったのって言ったら、いやいや、そんなのツールズのデータ送ってきてさ、うんうんうん、家で録音して、うんうん、はい、できましたって言って送り返すだけだよとか言って、なんだそんなもんなんだみたいな、うん、もう今の宅録みたいなことを全然普通に以前から字でやってんだなみたいな、うんうん、すごいですね。まあ海外の家の方が割と、もしかしたら外の音はちっちゃいとか家が広いとかはあるかもしれないけど、ね、環境的には良さそうですよね、うん、海外の、まあ、あとあんまり気にしないっていうのもあるけど、うん、あの向こうの特にアメリカは分かんないけどよ、ロンドンのスタジオとかは割と外の音入っちゃうスタジオ多かったから。まあそう、いや結構入りますよね、うん、あのアメリカでだから僕がやったやつも全然なんか、え、これ普通に外の道路の音とか入ってるよねみたいなスタジオでしたよ。あ、そうなんですね。気にしないかな。アバター。ドアも緩いしね。そう。日本みたいにガシャンです、ね。そうそうそう。確かに。あんな感じじゃないですよね。だ、まあそういうあれもある。ね、日本人は割ときっちりしてるんでね。きっちりしてる。できれば割と遮音したい。きっちり遮音したいなっていう。割と緩やかな感じですよね。おおらかですね。おおらか。そういう背景もあると思いますけどね。なるほどね。だから割とこういう環境になってもしっかりやりたいって思うんじゃないですかね、みんな。うちなんかだって井の頭通りに面してますからね。近くが消防学校だからね。あ、まあなかなかすごいですよ。なかなか入ってきます、ね、なかなか入ってくる。うん。キャキャ言う叫び声とか。うん、叫び声は入ってこないですけど、消防車がよく出かけるんでね。ああ、消防車。消防車がよく出かけるんで。まあ、そうね。でもね、一回ね、家でね、録音しようかなと思って、うん、結構考えたことはあったんだよね。うん、何を録音しようとしたんですか？自分のアルバム作ろうかなと思って。完璧じゃないですか、それ。でしょ、うんうん、いいじゃないですか、宅録。その頃だからね、この話出ていいのかな。いいんじゃないですか。その頃、ほら、あの、ステージでも2回ぐらい演奏したんで、うん、まあ、いろいろやったなと思って、うん、今までやってないことは唯一、あ、自分のアルバムって出したことないなと思って、うん、よし、じゃあギターのインスタアルバム作ろうかな、うん、どうやって録音しようかなと思ったんだけど、まあ、よくよく考えたら斎藤とかに頼んだ方が楽でいいなっていうけど、結論はそこ。要はね、撮るので苦労するんじゃなくて練習しろよっていうね、うん、で、プロに撮ったら絶対に決まってるんで。要は自分で撮るって、僕のその場合はね、ほら、何回も気兼ねせずに何回もできるっていうだけの話、ね、うんうん、じゃあその分練習しろよっていう。だって宅録って今ふっと思い出したけど、それはね、あのアメリカではね、うん、ビリー・アイリッシュみたいなのがベッドルームレコーディングって言うんでしたっけ、はいはいね、家で、うん、なんかミュージックビデオとか見ると普通にソファーにその辺に寝そべって、近くに兄貴が、うん、フィニアスがね、うんうん、パソコンいじって、うん、そこでもうなんかマイクで録音するみたいな、うん、そんな感じでやってますもん ね。ちょっとびっくりしますよね、日本との違いに、うん、どんどんね、スタジオとかから離れていくんでしょう ね。自分の家でもうできちゃいますからね。だから完全にそうね、なんかキーボードと、まあ、あとはコンピューターで作った打ち込みだけだったら、うん、あと歌取るだけみたいなの、うん、それでいいっていう話になっちゃってるってことですよね。うん、ある程度ね、環境が整ってれば、うんうん、まあ、日本だとね、集合住宅だとまず壁の内さとか、ああ、そうなんですよね、うん、とてもじゃないけどって感じだけど。でもあれですよね、最近こうほらちょっとこう郊外にね、あの古民家とかを改造して移住してる人とかね、うん、いいかもしれないですよね、そういうところ ですよ、ね、周り静かだろうし、うん、まあ、そうですね、鳥とか虫の声は入るかもしれないけど、うん、鳥の声とかね、入りますよね。ホール録音とかでよく問題になる鳥の声ね。犬の遠吠えみたいなやつとかね。
前そういえばねレコーディングの現場で僕がちょっと新しいマイクを持ってきて、うん、ああ言ってましたよね、弦を取ろうとしたら、うんうん、なんか斉藤さんが試してみて、うん、なんかすごいこういいんだけど、何のマイクでしたっけあれ、まあここ P ですけど、うん、ああはい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 、はい、新しい、そうだそうだ、あのハイレゾ対応とか歌ってるやつで、あの直接つなげたりするやつでしたっけ、普通のマイクなんでしたっけ、普通のマイクですね、普通のマイクなんだけど、うん、違うか、普通のマイクなんだけど、うん、まあなんかねチェロとかそういうの撮ろうとしたら、うんうん、僕の狙いとしてはなんかこう倍音がすごい綺麗に撮れたらいいなっていう、はいはいはい、そういうのでやったんだけど、うんうん、意外になんか芯が見えなくないですかみたいな話になって、確かにっつじゃあやめましょうっつって結局普通のマイクに戻したんですよ、ね、単体だとね良かったんですけどね、ああ、うん、じゃあチェロ単体みたいなのは良かったんですけど、なんか混ぜるとやっぱりこうワイドすぎちゃって、それは何なんでしょうね、混ぜると単体だといいけど混ぜるとっていうのはやっぱ情報量が多すぎんじゃないですか、多すぎは良くないと思うんですか、良くないと思いますよ、あ、うん、なるほど、うん、なんか聞こえないっていう現象になっちゃいますもんね、うん、やっぱりあとその中域の感じがどうかかな、中域がしっかり聞こえるようなマイクだと、うん、例えばドラムの中にあってもよく聞こえる、うん、ダイナミックおすすめですよああいう時は、あなるほどね、あの時確かそうですよね、あのバリトンサックスだけ使ったんですよね、そうでしたね、うん、そうでしたそうでした、ね、うん、なかなかねチョイスも難しいですからね、やってみないと分かんないところもありますからね、本当ですね、うん、合わせてみてどうかなっていう、うん、ちなみにマイクって、うん、そのまあ、こういうね安いものはいろいろ最近新しいのがすごい出てると思うんですけど、高いものってやっぱりもう昔のものをずっと使い続けてる感じなんですか、それとも新しい製品ってあったりするんですか、たまたまそのねその新しい製品だったけど、珍しいですねって確かあの時も斉藤さん言ってたような気がするんだけど、そうですね、新製品とかあのだから老舗のスタジオとかだと新しいマイクってなかなか買ってない、やっぱそうですか、古いのをずっと買ってるんですけど、うん、結局使わないことが多いのかな、どうなんでしょうね、うん、なんか試しで使うんですけどね、これだったらなんか昔のあれがいいじゃないっていう話には必ずなっちゃうんですよあそうなんで、なるほどね、なかなか新しいので何だろう、いいのあるかな、うーん、新しいのね、あ、それこそなんだっけ 800G ソニーの 800G だ、ね、あれなんか新しめだけど今でもみんな使ってます、うーん、 800G って言うんですかね、黒いね、それは割と新しいんですか、新しいですね、20年前ぐらい前20年ぐらい前マイクも新しいっていうか、あの新製品はいっぱい出てますけど全部昔の復刻に近いですね、あ、昔あ、うん、これか、なるほど、もうヴィンテージマイクがもうバカ高いからそうじゃなくてっていう形で全部、まあスタジオ機材そういうのが多いですけどね、多いですね、ヘッドアンプからね、ヘッドアンプはニーブのレプリカみたいなのがいっぱい出てて、まあさすがにオリジナルも劣化してるんでね、うん、その特性を真似てみたいなのが多いですね、うん、ああ、なるほど、そういうものが多いですよね、まあこれがじゃあその音なのかって言われると元がないから、元がないですよね、オリジナル自体が言ってしまえばヴィンテージって言うけど中古で手が入ってるものも多いし、うん、だから何が本当かもうもはやもうわからない、ただ生音を取ることに関してはもう脈々とこう50年代ぐらいからずっとこう積み重ねてきてる歴史もあるから、そうですね、その記憶の中に残ってる音のイメージとかそういうのも出てくるんで、うん、あ、製品になってるやつ、ね、製品になってるやつ、うん、それを聞いて育ってきてたりするから、 その中で音作りしてるから、うん、いきなり全く斬新なマイク出てきても、それさっき言ったようにそれをまた混ぜるわけでね、いろんな楽器をね、いろんなマイク、それこそいろんなマイクの音を混ぜるわけで、そうなんですよ、
もしかしたらチェロソロ取るとかね、うん、だからそういう時にはなんかあるのかもしれないけど、あの、うん、ソロ楽器でやるとかね、うん、なるほどね、うん、ソロはまた違うんでしょうけどね、うん、そうですね、なかなか難しいのかもしれないですけどね、うんうん、なるほど。日本のスタジオはでもマイク多くないですよね、海外と比べて。ああ本当、うん、なんでこんな差があるのかなと思うね、うん、多くない多くない、まあ、ソニースタジオは多いかな。でもソニーめちゃくちゃ多い ねソニーは多い、そう考えると結構お金の問題なのかね、かもしれないね、うん、あとメンテナンスがあんまりお金かけられなくて、あの調子悪くなって捨てちゃうとかもあるのかもしれないけどね。昔からあるスタジオでもね、昔からあるスタジオいくつかあるじゃないですか、 O 社とか A 社とかいろいろあるんですけど、まあやっぱりそのメンテナンスは難しいですよ。うん、調子の悪いヴィンテージマイクとかいっぱいありますからね。うん、だからそういう意味ではソニーのスタジオとかはねいっぱいあるよね。ヴィ、ね、ヴィンテージもあるし、ね、ヴィンテージもあるしね、うん、新しいマイクもいっぱいあるね、ね、うん、からちょっといい感じですよ、ね、うん、海外のねレコードジャケットなんかによくね、例えばフラットマンドに1本取るのにマイクの方がドーって並んでるやつがすごいね、一体どれを使ってんだろうみたいな。ああなるね、あすごいなと思うんですけどね。それはすごい、まあ、でもそうやって試すんでしょうね。試すね、試せる環境があるのはとてもいいことだなとは思うんですよ。うそうですよね、うん、だからまあね、アマチュアも試した方がいいんですかね、いっぱい試せたら試せたら楽しいでしょ、まずやっぱり。ああなるほど、うん、ね、マイク1本でこんだけ違うんだっていうのが ね自分の声がそれこそいろいろですからね、ね、あるんですから、うん、楽しいと思います、楽しいんじゃないですかね。昔なんか佐野元春さんかなんかが、僕見たことないんですけど、マイクずらって並べといて、うん、でまあ、本線の歌はもちろん取るマイク決まってるんだけど、うん、例えばダブルとか自分のコーラスやるのにもうすぐその場で横に移って違うマイクで歌ってみて、パパパパパパで移る、まあ、自分が歌った直後に忘れないうちに、マジっすか、同じことやってるっていう話も聞いたし、あ、ほんと、そういうのは楽しいじゃないですか。そうですね、いいか悪いかは別として、うん、成功するかしないかとかも別として、うん、やっていくとね、なかなか面白いんじゃないかだからそういうのできる環境にいるとは、実験みたいですね。実験みたいだから、そういうのはスタジオで実験するのは楽しいんじゃないですか、うん、楽しいと思える人は ね大科学実験、うん、ね、そういう実験がいろいろなね、マルチ録音だとか、うん、あのフィルスペクターサウンド作るんだとかいうので出てきてるんだろうし。なるほどね、ただなかなかね、時間も時間とね、お金とやっぱりいろいろな苦労がかかるし、はい、なるほど、マイク、そうですね、それがね、なかなか家じゃね、じゃあ、ね、今日の斉藤先生にマイクの基本について教えてもらおうは、だいたいそんなところで。そうですね、大丈夫ですかね。大丈夫だと思いますまたこれでね、あの疑問に思ったところがあったらぜひ。そうですよ、ぜひ質問してほしいですね。そうですね、僕が理想ですけどね僕がね、ちょっと聞いてみたいなと思うことが出てきそうですけどね。ぜひ、はい、僕もいろいろまたちょっと試してみたいと思います、はい、ありがとうございます、ね、いやいや、あ、ちなみにさ、あの、全然話ちょっと変わっちゃうんだけど、うん、俺のこの一本みたいなのってあんの？一本？そう、無人島に持ってくマイク一本どうですかみたいな無人島レコード的なこのマイク1本で何とかしろって言われたらみたいな。ああ、そういうのもありますね。でも音楽いろいろあるから難しいよね、うん、大好きな1本だね。だってあのパワーサプライとかあるようなマイク持ってけないでしょね、確かに。あ、無人島だと潮風にちょっとあれみたいな。あ、なるほどね。じゃあやっぱ安いマイクだから57とか出してる。57、5パーいいんじゃないですかね。あ、手話性すごいね。手話すごいよね、うん、今でも使いますからね。ああ、うん、あのドラムだけじゃなくてね。やっぱ手話すごいな、うん、いいですよ、ね、もう、まあ、マイクといえば手話とノイマンってことになるのかね、うん、じゃあそんなところ で、ね、大丈夫でしょうか、はい、大丈夫です、はい、じゃあ本日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。
皆様いかがでしたでしょうか。次回は新エピソードとなります。ぜひお聞きください。 T5 ジャズレコーズがお送りしました。